リカルド・ドーエイン・フラーは、ジャマイカ・キングストン出身の元同国代表サッカー、選手。現役時代のポジションはフォワード。フラーは1979年10月31日に、ジャマイカ・キングストンで生まれた。1999年には、ジャマイカン・ナショナル・プレミアリーグのティボリ・ガーデンズ FC に入団した。2000年には、サッカー・ジャマイカ代表に初招集され、 2012年まで10番を与えられた。2001年2月には100万ポンドの移籍金でイングランドサンブリーグのクリスタルパレス FC に移籍した。クリスタルパレスでは膝を怪我し8試合にしか出場できなかったため、わずか1シーズンで再びティボリーガーデンズに戻った。フラーであったが、翌2001には、 スコッティッシュプレミアリーグのハートオブミドロシアン FC とレンタル契約を結ぶと27試合出場で8得点と結果を残しより良い遺跡先を探すこととなった50万ポンドの遺跡金でフラーを獲得したのはイングランドサンブリーグのプレストンロースエンド FC であった2002から03シーズンのデビュー戦でフルスクリスタルパレスを2から1で破ると 20試合出場で11得点と高い得点率を見せ、フラーはチームの中心的選手となった。しかし、12月に再び膝を痛め、残りの試合を欠場した。2003から04シーズンも最初の5試合で6得点と活躍したが、またしても膝を痛めてしまった。それでも、最終的にはシーズン19得点を上げる活躍を見せ、 プレミアリーグ加入チームへの移籍を狙うこととなった。リーズユナイテッド AFC とポーツマス FC がフラーに興味を示したが、フラーの膝の状態がかんばしくないことから、両チームとも一度は獲得を見送った。しかし、当時のポーツマス監督、ハリー・レドナップの要望により、2004年8月に移籍金100万ポンドと出場級契約で、 ポーツマスに移籍することとなった。しかし、新天地でフラーは全く力を発揮することができなかった。この年のポーツマスは、FW のバンサン・ペリカールやスベトスラフ・トドロフの不祥欠場があったにもかかわらず、フラーはレギュラーの座を勝ち取ることができず、シーズンを通して一得点しか決めることができなかった。そのためフラーは翌年高層外となったが、 彼の獲得に尽力した監督のレドナップがサウサンプトン FC 監督に招聘されたため再びレドナップに壊れ9万ポンドの遺跡金でサウサンプトンに移籍したこのシーズン2部リーグに所属していたサウサンプトンでフラーは2005年8月29日の対コベントリーシティ FC 戦で得点し最先良いデビューを飾ると9月18日の ダービーカウンティ FC 戦でもゴールを決めた。しかし徐々に成績が降下し、たびたびチームの方針に不平を述べるなどの問題行動を起こしたため、ホームゲームにもかかわらず、ファンにブーイングを浴びることとなった。そうしたチームとの不和もあり、フラーは2006年2月に同じく2部のイプソイッチタウン FC へとレンタル移籍した。 レンタル移籍先のイプソイッチタウンでは3試合で2得点を決める活躍を見せたが、同時にイエローカードを2枚、レッドカードを1枚受けてしまった。イプソイッチタウンで良くも悪くも活躍したフラーは3月末にサウサンプトン FC に復帰した。サウサンプトン復帰後は、シーズン最後の6試合に出場し6得点を決める活躍を見せ、4月のチャンピオンシップ月間最優秀。 選手賞を受賞した。しかし翌シーズンから指揮を取ることとなったジョージバーレーのチーム構想から外れたため、2006年8月31日にストークシティ FC へ移籍することとなった。2014から15シーズンをもってミルウォール FC を退団し、フリーとなったが、2015年10月16日に、 フットボールリーグ1のオールダムアスレティック NFC と3ヶ月間の短期契約を結んだ。2016年5月16日に開催されたアンディ・ウィルキンソンのメモリアルマッチに参加し、同試合後に現役引退を表明した。ありがとうございます。